ーは5月18日以来の復帰、ドジャースは19日、日時間20日、マックス・マンシー、トミー・エドマン両内野手を負傷者リスト、イルから復帰させたと発表した。代わって、アンディ・パヘス内野手がマイナー降格、ニック・アーメド内野手がメジャー40人枠から外れる、措置、DFA に、大量7人を入れ替えた。通算189発を誇るマンシーは今季、開幕から3塁を守り、40試合で打率、223、9塁打、28打点をマークしていた。右脇腹を痛めて5月17日、同18日に、イル入り、参加 3A オクラホマシティで実戦復帰し、当初は20日、同21日に復帰予定だったが、フレディ・フリーマン内野手が右手中指を痛めたことで1日早めての登録となった。また、エドマンは7月末にカージナルスからトレード獲得。今季は怪我の影響で出場なしだが、2021年には二塁手部門でゴールドグラブ賞を受賞している。さらに34歳のオースティン・バーンズ捕手が負傷者リスト、イル入り。バーンズは前日18日、同19日の敵地、カージナルス戦で左足親指を骨折。代わってハンター・フェドゥーシア捕手が昇格した。また、マンシー復帰に伴い、リバー・ライアン投手が60日間のイルに移行した。フルカウント編集部。